こんにちは、土の子です。さあ、ポケトルね、起動したら、ネットワークサービスを利用するにはこのソフトを更新する必要がありますということで、最新版、更新アップデートが来ましたね、ポケトル。さあ、ダウンロードしに行きましょう。突然来たな、ほんと。さあ、どんな更新が来るんだろう。ちょっと楽しみだね。かわいい e ショップの子が。わあ、なんか、絵柄変わってない？ちょっとなんか色が変わった。バージョン 1.5 に変わりましたね。生拳、ブッシー、パッチール。やっていきましょうか。何これ、ランクって。トレーナーランクが解放されました。たくさんのポケモンをゲットしたポケモントレーナーとしてのランクが上がり、報酬がゲットできます。マジで？僕、ポケモンいっぱいゲットしてるんだけども。ランクはここで確認できます。新しいポケモンをゲットするとこのケージが伸びていき、ケージがいっぱいになるとランクアップ。リストの番号の同じポケモンではケージが増えないので注意。ああ、なるほど。まあ確かに今まではね、ポケモンゲットしても、正直使えないポケモン、使わないポケモンっていうのがたくさんいてね、効率を考えたら捕まえないで進んだ方がコインとかね、節約できるので、まあそれをちょっと防止するようにいっぱいポケモンゲットしてねってことなんでしょうね。ランクアップの報酬はチェックと受け取りはここから行う。最大ランクもいけるんじゃない？わあ！わ、やべやべ、ちょっと待って、めっちゃアイテムもらえる。アイテムもらえすぎて、これアイテムがすごい不安なんだけど、大丈夫か僕。これはギリギリの人は絶対注意してください。やばい、この量はやばいぞ。大丈夫か？ちょっと僕、マックスレベルアップがやばいかも。あ、ポケモン777種類ゲットした。え、そんなんゲットしてたっけそんなんゲットしてた僕。680ぐらいじゃなかった？トレーナーランク29になりました。最新データを受信してください。あー、なるほど。ちょっと待って。持ち物大丈夫？あ、大丈夫ですね。79、81。ちょ、使っとくか。メガスキルアップ、どれかに全投入しちゃおう。色違いリザードンとかにあげとくか。レベルは低いけど。あれ、ちょっと待って。何これ。あれ、ちょっと待って。メガリザード X のメガ進化効果おかしくね？週1マスのポケモンすべて消す。確かさ、メガリザード X って、指定消去系じゃなかった？なんかおかしい表示になってんだけど、3の子って。おい、なんかまたバグが起こってんじゃねえだろうな。今恐ろしいぞ、なんか。ウィンコウニゴーリも使えるんだよね。ガブリアスにあげちゃうか。メガスキルアップいっぱいあるんで。ガブリアス、マックスにしちゃいます。よし、まあ、こんなもんでいいか。さて、じゃあチェックインしていくよ。何が起こる？うわ、すげえこれ。報酬の右のボタンをタッチします。あ、なるほど、ここにストックできるってことか。あー、なるほどなるほど、いいね。あー、コインとか結構困った時にここから補充みたいな。あ、ルカリオナイトはレベルアップになると、いいっすな。コインなんかここに貯めといてもいいかもね。困った時のアイテムはここに保存しておくみたいなことがあると、一応カンストが起きるあれなんでね。宝石とかはね、カンストとかないからもらっちゃっていいでしょう。マックスレベルアップとかここに保管しといた方がいいんじゃない結構あれ漏れる可能性あるからね。いや、いいなぁ、アイテムめっちゃもらえるわ。あとは何が変わったんだろう。報酬、あ、報酬がすぐ見れるようになってる、いいね。もう右のボタンなんだろう。ちょっと、ラティオスに行ってみるか。レッグーザがいたら、この、スキルレベル5のレッグーザがいたら、もう超余裕。ほい、ほい、つって。ね。弾き出すの力を本当に発揮してるよ。ほい、ほら。はい、はい、はい。強い。レッグーザのスキルレベルマックスにしててよかった。
さてと。あ、使えるようになってる、矢印が。どういうことだ、何なんだろう。ちょっとパーティーを変えてみるか。ここをちょっと入れ替えただけだけど。あ、ちょっと待って、入れ替えた。入れ替える、これをする、これをボタンを押すと戻る、元に戻り機能ってことですかね。ちょっとニャース行ってみるか。ちょ、ニャース行ってみます。あ、なんかすっげえ細かく分かれてない？こんなんだったっけ元から。すっげえ細かく分かれてる気がする。ニャースで4つの力でいきます。ちょ、今回適当なんでコインあんまり稼げないかも。さあ、ニャースに行った。はいはい。あ、やばいやばい。これはちょっともう100揃えた方がいいかも。ちょっとコンボしちゃったね。ちょっと攻撃力高すぎるんだよな。もうちょっと弱い4つの力でいかないとダメかも。さあ、これで一度やりました。で、ラティオスのとこピュッ、おラティオスのとこ行ける。で、こう行く、行きます、倒します、ニャースに戻ります。はい、おお最高、最高だこれ。これもしかして、で、他のとこ行くとこのボタンないので、多分ステージごとに、前回プレイしたパーティーを保存してるんだ。よくね、あのスマホゲーとかで編成 6パターンぐらい編成みたいのあるけど、そうじゃなくてステージごとに1個前に遊んだやつを呼び出せるってことだ。これ完璧だね、運営様。これは完璧な仕様じゃないですか、素晴らしい。これもう簡単元戻せるもん。これはいいぜ。これはいい、これはいい記憶機能がついたね。だって他は押せないもん。あの、すっごいめんどくさかったんですよ、今までね。スキルパワーでコインがかかるスキルパワーを上げるとこ。で、コインやったら今度ね、ニャースにまた編成変えて、あの、ハートが溜まったら行って、また編成変えて、スキルパワーのコインのとこ行ってみたいなのが本当にめんどくさくてね、これだったらもうコインだけでいいやみたいな感じになったのが、今度から一発でパルキアやってたらパルキアのとこにこのね、矢印マークがついて一発で戻せる。これは素晴らしいね。かなりやりやすくなったんじゃないかな。さあ、スペシャルショップには変化があるか。おっと、お試し版が戻っている。ちょっと待って、お試し版僕使ったんだけど、ラティオスで戻ってますよ。これ皆さん、あの、更新ね、あの、インターネットに繋がなければ更新しなくていいので、更新する前に、15分無料どこかでね、使った方がいいと思います。ニュアスで使うだけでも確か、15分でね、結構なコインゲットできたと思うので、今日やるのないだ、今日やるのないなっていう時でもニュアスにやってね、コインを稼いだりした方がいいんじゃないかな。いや、いいね。さあ、皆さん、他に何か気づいたところあるでしょうか？どうですか？カード系のところは関係ないよね。カード僕全然、ちょっとクリアしてねえんだよな。恥ずかしい。そんなにゲットしてたっけ？僕、ポケモン。ゲットしたポケモンの数、940、僕943も捕まえてんの？そんなにいたっけ？955でまたランクが上がるってこと？なるほど。なるほどです。いや、いいね。なかなかいいアップデートが来たんじゃないでしょうか。皆さんね、とにかく、まずは、15分無料だけは気をつけて、e ショップのね、大型更新してみたらいいと思います。他はね、本当に有料なところばっかりで、いい感じだな。あとはちょっと不思議だったのが、メガリザードンの効果が、色違いメガリザードンの効果がおかしくなって、メガスキルアップの投入がおかしいことになってるよっていう感じだね。え？戻っとるがな。
あ、更新して戻ってるわ。大丈夫でした。戻ってる。ちゃんとタッチした2箇所になってる。なんか大型更新のデータだけ入ってて、追加データをね、入力してない状況でのバグだったのかもしれません。大丈夫でしたね。ということで、こんな感じです。まあ僕がね、見落としてるところは多分コメントで、有識者の方がね、補足してくれてると思うんで、コメント欄もしっかりチェックしてみてください。ということで、今回はね、ポケトルの大型アップデートの紹介でした。それじゃあ、よかったらまた次も見てください。つちのこでした。